メンタルエッセスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤社長のブログを紹介したいと思います。8月4日、今日のブログはラジオの紹介です。メンタルセラピストの舞子さんをお迎えして、スピリチュアル的な感覚は特別なものではなくて、ごく普通の生活、日常の中で研ぎ澄ますことができるんですよね、研ぎ澄まされることなんですよね、というお話をしています。興味のある方、スピリチュアルを特別だとお考えの方、ぜひお聞きになってください。斉藤社長のブログは斉藤社長アメブロで検索してください。さて、固定観念が強すぎて周りとうまくいかなかったり、生きにくさを感じている方いらっしゃいませんか？生きづらさは解消することができます。なんとかしたいな、この先の人生明るくしたいな、そう思われる方、メンタルエステスクールの、無料体験ぜひお受けください。いつでもお待ち、ご連絡お待ちしております。それでは